お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらペッカバルーンフリーズねやっていきたいなと思います。というわけで、まあ、こちらなんですけど、前シーズンね、世界一フィニッシュしたですね、こちらアナバンですね。アナバンっていう海外のねプレイヤーがいるんですけど、まあ、超有名な人ですね。まあその人の愛用デッキでございますね。まあ、このデッキで世界一、行きましたというところで、今日これ使っていくんですけど、まあプロフこれ見てもらえればわかるんですけど、マルチのシーズンフィニッシュ1位も3回取ってるっていう、まあ、結構ねえげついプレイヤーでございます。で、まあ、名前にねスナイプって入るぐらい、てかまあスナイプで自分で入れるぐらい、スナイプがめっちゃうまいんですよ。こう、まあ、スナイプっていうのは、こう相手、まあ、クランで自分以外のね、とかフレンドとかで対戦してて、対戦してる相手を見て、ちょっとこう相性良さそうだったら、まあ、例えばクロスを使ってるプレイヤーがいたら、その人のね、試合が終わったら次潜るんで、そのタイミングを狙って、まあ、ジャイロイジャイクエイクで、潜って、その人とマッチングするようにするみたいな、まあ、そんな感じのことをスナイプとかって言うんですけど、まあ、そういうちょっとねずる賢いところもマジでうまいんですけど、まあ、ぶっちゃけそんだけじゃ世界一なんて取れないんですよ。そうプレイがマジでバカうまくて、このペッカバルーンでね世界一と、まあ、このデッキでだって枯渇とかクロスとか、まあ、全てが苦しそうじゃないですか普通はね。まあ、そんな中取るのでちょっとね今日これ頑張っていきたいなと思います。で、まあ、このデッキ攻めパターンがめっちゃあるんですよね。ペッカー押さえて、これもう守れないんで攻めますね。ペッカープラスのバルーンでこう攻めるパターンですね、今回みたいな。この、で、他には、このペッカー裂いた逆サイドに、まあ、ランバーバルーンで攻めたりだとか、まあ、あとはこう、ペッカーで攻めるのがうまくてですね、こう、ペッカーって、なんか、守りカードなんていうのか、縦ユニットみたいな感じですけど、ペッカでタワーを折ることだって可能じゃないですか。なんかそのペッカで基本的に攻めるんですよ。ペッカプラスナイスイズで形を作って、遠距離系のユニットが来たら攻めトルネードで引っ張ってみたいな。でスケとか陸で受けてきたらザップとかで処理して、ペッカでまず攻めて、そこにコストを使わせるんですよね。やべ、ペッカ受けねえとやばいってなったところをバルーン逆サイ刺したりだとか、まあなので、まあ、バルーンデッキなんですけど、バルーンを通すっていうよりかは、すごいペッカをね通すイメージでもうやってもらえたらいいかなと思います。でババコヤはこのデッキちょっとうざいですね。ちょっとめんどくさいのでちょっと壊しに行っちゃいます。でスケラーですね、今回相手はスケラで、よいしょ、ワンチャン真ん中ナイトのスケラとかもありそうですが、マスケベビババコヤスケラっていう、ちょっとまたなんか見ないような形のねスケラデッキが来ましたね。さあババコヤが地味方ですが、まあまあまあバルーンぶっ刺せそうですね。よいしょ、でマスケットとか来たらもう攻めトルネードするんですよ。あれですね、いやあれ遠いかな、いや遠い気もするが、あれも攻めトルネード吸って処理するんですよ。でこう陸をね、マスケットが来たらザップなんですけども、よいしょ、陸を基本的には処理してみたいな。でこれで相手がまあ言ったよ、過剰にね防衛してくれるんですよ、ここで。そしたら一回ここで行かずにもう一回ね後ろから形を組むんですよ。これで今相手ババコヤを走り、バルーンの防衛ですね使って、しかも僕はその間になんかベビーダラ2体いるし形組んでるんで、でこういうのを攻めとるの、あやばい、待ってやった、サイク攻めとるので、トルネードが言えねえな今日、トルネードで吸ってあげてると、こうペッカを溶かす火力とかがなくなってるんですよね。いや今の攻めとるねやったっすね、マジやった。あでもこれはもう単純にあれがないっすね、今コストがないので、これでワンチャンもう一発落ちたら終わる、おいナイスグッドゲームと、まあ、いう風な感じのデッキでございます。いやでも大変なんですけど、こう慣れればね超強いデッキですね。まあ、実際世界一行ってるので、まあ、大変だと思うんですけど、ね、なのでまあ攻めパターンがいっぱいあるっていうのを覚えるのは大事ですね。バルーンをどう通そうっていうところっていうよりかは、まずねペッカで相手にコストを過剰に使わせるというのが大事になってくるところでございます。さあ今回ヒースピですね。であんま動きたくないですね。でなんかね初手バルーンとかよくしてるんですよ、その人アナバンさんね。なんか、まあ、手札が事故るからしょうがないと思うんですけど、もう初手バルーンしてなんかもう後ろアイスウィズからとかペッカからとか、なんかもうすごいんですよね、独特すぎて。土まり、いやこれワンチャン相手メガコ裂いてるんで、
言っていいっすね。エレキがワンチャンいるかもしれない。あーそう。いや、いい。目が押さえてて、ちょうど対空なかった。で、ゴブジェイちょっと厄介ですけど、ちょっと気持ち許容して、カウンター意識でね、ちょっとやっていきます。あ、いてぇ。これ2発？ペッカってスパーキー2発？いやー、強い。オッケーオッケー。で、これ、いや、おられたのはまあちょっと痛いですけど、カウンターですね。このカウンターで、決めていきたいなという感じですね。でも、あれかな。メガゴが強すぎるんで、ちょっと両サイドに振りつつね。で、こういうとこですね。こういうところを、メガゴまで来たらまた話が変わるんですけど、攻め取るので積極的に吸って、ペッカをね、できるだけ温存するというのが大事になってきます。さあ、まあ、11になったらなったで、まあ、スパーキーの処理がちょっと気持ちしやすくなるかな。さあ、というわけで、今、マスケメガゴ咲いてるんで、ワンチャン単体バルーンもありなんですけども、なんかゴブジェイ受けからのカウンターとかされるのがちょっと嫌ですが、ちょっと一旦やってみようかな。あ、これまあ対空回るか。普通に相手ヒースピーが入ってるっすね。まあなんでちょっと回転が早いかもしれない。よいしょ。あと一発でかいで、あ、これ待って、俺ミスった。ペッカ間に合うと思ったな。間に合わなかったな。真ん中ペッカでね、ゴースト向けようと思ったんですけど、まあいいや。で、あのスパーキーを攻めトルネードですね。トルネで引っ張って、まあ、ザップも添えてあげれば多分ね、処理できると思いますね。いや、フリーズからのトルネ、いや、なんかマスケもいるんでどっちも引っ張りたいですよね、贅沢言うと。で、ザップ添えて、いや、めっちゃ良くない？で、スパーキーデッキなんで結構陸受けがね、多分きついんですよ、相手も。なのでこのペッカがね、いい感じに、これメガゴが降ってくるかな？メガゴ？メガゴ？いや、これ一回もう守ればいいですね。さあ、守ります。オッケーオッケー、やば！レイジーバルーンのね、火力がやばいですね。半端ないですね。で、あれは、まあ、この範囲攻撃でね、まあ、やってもいいし、ザップペッカでやってもいいし、まあ、フリーズがね、攻めでも、まあ、防衛でもね、活躍するので、よいしょ。これちょっと危ないですね。オッケー。というね、フリーズがね、まあ、強いですね。そう、ペッカ、単純にペッカプラスのフリーズでね、タワー折ったりとかもできますので、まあ今のは結構ね、いい感じのプレイができたんじゃないかなと思います。さあ、よろしく。日本人の方でよく当たりますね。キョスケ信者、キョスケかな？キョスケっぽいですね。さあ、ゴブ小屋、これやば。これちょっと小屋系がめんどくさいんで、ババ小屋とか、まあそういうの出たら、ちょっとね、壊してに行っていい気がしますね。まあ、ベビとかあればベビでやるんですけど、ここ一回緊急動します。よいしょ！ OK。で、いや、ゴブ小屋からやりゴブめっちゃ来たな。ゴブ小屋、バレル、まあ、枯渇デッキですね。すごい小物系デッキかなと思います。で、これだけザップなので、ゴブリンバレルとかを、まあ、ユニットで守るしかないですね。ザップで守ってもダメージ受けるならユニットで守ってカウンターした方がね、いいよねというような感じでございます。で、もう前半キング起動できたのはちょっとでかいですね。さあ。で、まあもうザップって、これはステイですね、さすがに。相手は、これは多分ミスったっぽいですね。ミスタップっぽい、まあまあまあ、ジョキジョキね、ジャキジャキね、切り刻んでいただき、ここはまあステイでいいかな。で、なんなら、今、相手はロイジャイも出して、結構僕、アド取ったと思うんですよ。なので、これ、普通に組んでいいかもっすね。まあ、橋前ランバレでも良かったかもしれないですけど、さあ、対空が何がいるかだな。フリーズを構えるか、あ、フリーズ構える。ほい。で、まあ、相手4コスハンターだと思うので、オッケー。これ、でもカウンターが怖いですね。いや、なんならもう一発落ちる。いや、オッケー。いや、これは、悩むな。で、できるだけアイウィズ怪我させたくないのと、これちょっとキング起動されてるんで、許容でいいかもっすね。キング起動されてるじゃねえな。キング起動してるんでね。オッケーオッケーオッケー。で、このな、小屋が地味に痛い。地味に痛いな。これ、ベビで、あ、来た。これは、まあ、守って、ね。カウンター、あ、でもこれは、ロケホンもちょっと、厄介。オッケー。で、なんならバルーンつける。いや、あと戦略悩みますね。普通にペッカ合わせて気持ち守りに徹しましょうか。で、これゴブリンバレル来ますね。やったな。ゴブリンバレルをフリーズで耐えて裏に釣られる。よいしょ。さあ。いや、いいよ。あともうトルネードもあるので、
いや、耐えるだけですね、マジで僕としては。耐えれるかどうかって感じなんですけど、ロケ法やべえな。ロケ法とかね、遠距離系はマジで積極的に引っ張ります。大事です。で、まあ、ここはベビーが多分頑張ってくれそう。で、どっちかはフリーズとザップかな？下ザップでいいかな？やばい、クイックゴール。やばい、危ねえ、来た、グッドゲームですね。多分、OK。もう削り切られないよと、まあ、いう感じで、まあ、小物系、枯渇系に対してはできるだけ序盤にキング起動で、まあ、あとはもうユニットで基本的に守るとか、まあ、ユニットで今回守れてなかったんですけども、まあ、なんか本当に許容してカウンター、さっきのスパーキー戦もなんですけど、完璧に抑えるのマジで無理なんですよ、このデッキ。ユニットも限られてるし、重たいし、なんでも基本的にはダメージ受けていいので、ユニットを残してカウンターですね。まあ、こっちが、まあ、タワー1本取られたら、こっちでタワー1本半折ってやろうぜというような感じですね。すごいね、大胆なデッキでございます。よろしく。さあ、今回っては、ボーリー。ボーラーちゃんですね。まあ、スケラとか、バルーンとか、まあ、そんな感じかな。これ、ペッカでいいと思うんですけどね。ペッカで受けて、インドラとか来たら、なんならフリーズとか、あ、これ、攻め取れないでちょっと引っ張っちゃったら、アイウィズの遅延かかって、インドがね、オーケー。いや、ペック残る。で、あー、スケルトン部隊。スケルトン部隊はね、いじめ。ペックからしたら一番きついまである。まあ、ザップあるんでね。まあ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 、という感じで、今回相手は、ボーラー、インドラ、スケルトン部隊か、対空がね、ちょっとわかんないな。インドと、もう一個、アイウィズかベビーか、なんなら両方か。キョウスケ。いやー、ちょっとね、怖いな。まあ、一回防衛したいですね。インドラがね、このデッキ意外ときついんですけど、まあ、ザップとフリーズと、まあ、トルネードとかで頑張る感じですね。よいしょ。さあ、これも、キョスケのタゲを取ってないのが優秀ですね、タワーが。で、あとはもうこのアイウィズでほぼ守れます。ほぼ完封ですね、なんなら。いや、これいっちゃおうかな。相手インドラなんですよ。インドはとパッキンしちゃえば、よいしょ。さあ、2発かな？ 1 発？ 2 発。いや、なんならもう1発押し込めるんじゃない？気分で。弱っ、強っ。やばくない？今日のバルーン全部なんか、気合の1発落としてくれてますね。いやー、これやば。これちょっと1回後ろに釣りつつ、アイウィズで、アイウィズで耐えたい。いや、スケラ来ても耐えれそうだな、これ。いやー、いい。アイウィズが強い。マジで、アイウィズやばいっすね。なんかマスキがちょっと前に加砲されて、今回なんかエレキが加砲されるんですかね。これタゲ取らせないようにすれば、タワーがね、スケラ普通に防衛するんで守れます。エレキも防衛、加砲されて、結構遠距離系が最近加砲されてて、アイウィズがまだ加砲されてないから最近なので、まあ、もしかしたらね、また加砲されちゃうかもしれないかなというような感じですね。マスキエレキ加砲っていう、ちょっと今までになかった感じですね。さあ、これはもう僕が負けるパターンは、キョスケがね、タワーの竹取ってスケラがめっちゃ入るとかなので、もうタワーの竹を取らなければいいんですよ。って言ったんですけど、よいしょ。さあ、これね、これで外してあげれば、これスケラ防衛してくれるんでね。それだけで多分、よいしょ。大丈夫かなと思います。まあ、VS スケラさんはマジ、スケラさんマジで端前でね、スケラの竹を取らせないことが、まあ大事になってきますね。まあ、それだけで、ユニットだけで守れるんでね。アイズだけ、ベビーだけ、ランバーだけとかで。まあ、そんな感じでね、このペッカブルーン、ぜひね、作ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。